テイちゃん、ダイエットする決意表明。いいね。頭下です、床です。いけそう、いけそう。すごい。ダメだ、どうした。いいね。でもなんか楽しそうですよ。いや、だってもうサイズが違うの、先生の足の。だって今前にいたら雲がいるのかな。雲頑張らんやな。上雲にこう、うわーって頑張らんやな。なるほど。振り回してこう、体を広げて、楽しく。なるほど。なるほど。で、プライベートに入ると、うん、はい、勝利先生のイケメン、イケメンはどっちを選ぶか、ダイエット。じゃあ、それで。今なんですか。あれ、やっぱ。やめろ、そんな、他人事みたいに。もうね、だからもうね、本当そうなんですよ。コメントとかもね、もうお前どうせやらないんだろう的に言われてるんですよ、うん、それが私も悔しい、うん、土下座みたいな。土下座みたいな。私それが本当悔しいんです、うん、理解してやりたい、うん、私も悔しいですよ。もうガリガリになって、うん、もうガリガリになってもう保健所に連れて行かれるぐらいです。どうしたんですか。どうしたんですか。この子どうしたんですか。食べさせてもらってないね。どの先生とかじゃないです。ワンチームです。なるほど。ワンチームで仕上げましょう。予約取れますか。予約は取れますけど、予約は取れますし、やりますけど、本当にやりますか。やる。俺やるって言ってるんだけど、こんだけお願いしてるのに。じゃあこそ。痩せられるのかな。やります。OK。どうしても、じゃあ、分かりました。痩せれなかったら、はい、なんか何か私たちに、なるほど、はい、何がいいですか。何がいいかな。あ、富士屋行きたいんだよね。富士屋で、こういうさせてください。そうなんですよね。富士屋の5回券。お会計。なんぼでもいいですか。ヤマさんの、あ、ケイちゃんのつけで食べさせてもらう。全然いいですよ。こっち。まあそうですけど、どこ取っても同じくらいのサイズ感。果たしてダイエット成功になるかどうかご期待ください。